チャオあっちゃんです。今日はさくらさくらちゃんが手作りで作ってくれた、焼いてくれたシフォンケーキいただきたいと思います。ではいただきたいと思います。量が勝手につまんでつまみ食いしてね、ミルクティー入れてきた、はい、おおふわふわ、うん、ふわふわです。シフォンケーキ食ったことない。うん、おいしい、うんうん、おいしいな、うん、光もニヤニヤしてる。おいしい、ボソッとおいしいな。紅茶に合う。うん、合う、おいしい。優しい甘みで美味しいよ。ありがとうね、さくらさくらさん。量がすっごい微笑み、うん、顔としてる。光がね、ピッチーってポロッと落ちてる。ミルクティー美味しいやろ、ミルクティーに合うやろ。うん、じゃあ紅茶いらんの？落ちてんの？量がね、量もね、こう人のことやるとよそ見して、紅茶飲みながらよそ見してポロッて落ちて、くれたシフォンケーキいただきました。美味しかったです。ありがとうね。子供ちゃんたちは喜んでまだまだ食べて、ちゃんぱちゃんもまだ食べて、美味しい。一回ね、おっちゃんシフォンケーキ焼いたことないな。なんかね、ケーキ自分で焼いたら硬くなって、すごいふわふわ、美味しいね。ありがとうね。ケーキをね、焼く、ふわっと焼くのが難しい、ね。ということで、今日は、シフォンケーキいただきました。ありがとうございました。さくらさくらさん、ありがとうね。